三軒茶屋池尻大橋エリアの古着屋に行ってみました。この辺りすごい古着屋多くって、下北沢に近いっちゃ近いんですけど、下北とはまた違う雰囲気の古着屋さんが非常に多いです。結構開店が遅いことが多くって、夜遅くまで営業してるお店も多いのが特徴かなと思いますね。結構いいセレクトのレギュラー古着ものお店も多く、まあ1万円以上の、まあレギュラーヴィンテージ、スペシャルヴィンテージも揃ってるお店が結構あるエリアです。この辺歩くと意外と距離があるので、シェアサイクルとかを使って、古着屋さんを回ると効率的に回れるかなと思います。まず池尻大橋駅の近くですね。少し、距離はありますが、古着屋さんがいくつかあります。まずアウムヴィンテージさんですね。ビルの2階のお店です。主にメンズユニセックスのアメリカ古着で、レディースもあります。店内は広くはないものの、商品数が多くて密度が高いですね。アメリカ、直仕入れの、レギュラーメインですね。だいたい 80s 前後のアメカジ、ミリタリー、リーバイス、革靴、スニーカーなどもいろいろとあります。結構パンツ類が豊富だったのが個人的には良かったです。アンダーザサンヘアカット&ジェネラルマーチ、こちらはですね、以前三茶のキャロットタワー近くで営業してた美容院と古着屋が一緒になっているっていう変わった面白いお店さんですね。2022年に、現在の池尻大橋駅方面の方に移転をされて、かなり広くなっていました。現在も美容院と古着屋が併設している形になりますね。アメカジをベースにミリタリーなど、バランスの良い、品揃えでした。ローズヴィンテージさんはレディースメインのヴィンテージ古着屋さんですね。下北にも系列店があります。三宿交差点の角にあって、結構ここ車で通ると、いつも気になっていたお店です。レディースメインで、古い値段から、現行のアーカイブまでですね、幅広い、品揃えでした。アクセサリー等の扱いもあって、レディースのヴィンテージ好きの方におすすめのお店です。グローブアンティークス、こちらは家具で非常に有名な大型のアンティークショップさんですね。周辺にはカフェなどもあります。一部古着はわずかに扱っています。あとアクセサリーとかもあったりしますね。主にアンティークの家具です。プエブコ三宿さんは雑貨インテリアのショップです。古いこういったトランク、照明器具などのアンティークがメインです。一部リメイク、あとはセレクトっぽい、古着系のファッションも扱ってました。トレファックスタイル三宿店、広い店舗ではないんですけど、場所柄は結構穴場かなと思っています。メンズレディース両方ありました。だいたい行くたんびに相場より安いものが見つかったりとか、ブランド系はハイブランド系はここは結構品揃えがいい印象ですね。ホープスモアさんは、レッドウィングを扱う名店の一つですね。非常に雑誌等でも取り上げられてて有名なお店です。日本で最もレッドウィングのブーツに精通している専門店で、在庫数も相当あります。ここに行くと毎回、次々レッドウィングが欲しくなってしまう、かなり質の高いお店ですね。その後は、大志堂の古着屋、リサイクルショップ、だいたいこれは池尻、三茶、下北のだいたい間のエリアになりますね。駅から少し離れてますが、古着屋以外にも面白いお店がたくさん並んでるエリアです。まずルイクさんですね。レディースの、ヴィンテージ古着屋さんです。少しアクセスは悪いんですけども、レディース、メインで、結構面白いいろんなジャンルの古着を扱っている、良い古着屋さんです。オレンジカーベラさんはユニセックスメインの古着屋さんです。大志堂、中央街のだいたい真ん中ぐらいにありますね。小さい店舗ですが、在庫は結構面白いものが多くって、グッドレギュラーが並ぶ古着屋さんでした。アンソロジーヴィンテージ&レコードさんですね。こちらも大志堂中央街にあって、主にメンズの、古着です。ミリタリーワーク、スポーツ、アウトドア、ストリート、系の古着が揃っていて、在庫も結構多いし、古いものから新しいまでものまで、一通り揃っているバランスの良い古着屋さんでした。
アルカヴィンテージさんはメンズレディース両方ある、バランスの良い古着屋さんですね。なんか結構あの定番が多いのかなと思って見てると変わったものも出てくるので、なかなか面白いところでしたね。結構長居してしまった古着屋さんでした。ジグさんですね、独特なラインナップの古着屋さんです。結構買い付けもよく行かれているようで、その度に、面白い古着がインスタグラムに上がっているので、こちらも要チェックですね。買い付け中はお店がやっていないので、営業時間というか営業時期かは、インスタグラムをチェックしてみてください。パルプヴィンテージさんは、主にメンズのユーロアメカジが、揃うお店です。デニム、ミリタリー、カジュアル、ワーク、ドレス、スポーツなど、もう各ジャンルから良い古着が集まった感じの、結構オールスターな感じでしたね。壁にぶら下がってる結構スペシャルヴィンテージなんかも見応えがあるし、外でラックで売ってるレギュラーヴィンテージ、レギュラー古着も見応えがあるような、在庫が豊富なお店です。ペルアヴィンテージクロージングさんは、この入り口のトルソーが、印象的な古着屋さんですね。メンズ レディース両方あります。結構なんかラックが高くてすごい見やすかったなっていうのと、タグに情報とかもきちっと書かれていて、すごく見るのが、楽しいお店でした。さらに奥に行くと淡島通りですね、有名な、はぐれさんがあるエリアです。まず明日三軒茶屋店ですね。原宿にも店舗があるセレクトヴィンテージショップです。かなり有名なお店、ですね。アメカジであればもうかなりいいものが揃っているっていうような古着屋さんです。この時はなんかミリタリー系のアイテム6号とかそのあたりもかなり在庫があるので、本当にすごいなっていつも行くたんびに思う古着屋さんですね。で、このエリアで、有名なのがはぐれさんですね。よく雑誌とかでも、取り上げられてるのを拝見してます。だいたいここまで行って戻るのが、私はいつものルートかなという感じです。アメカジは多いんですけど、ユーロヴィンテージも外さない、感じですね。定番っぽいかなと思いつつ、ちょっと違うようななんか絶妙な古着のラインナップの、古着屋さんです。で、三軒茶屋駅周辺ですね、商店街に古着屋が集中しています。結構夜遅くまでやってるお店も多いですね。まず楽商店さんですね。約3畳、なんかここで、オーナーさん住んでるらしいんですけれども、なんかすごい特殊な面白い変わったお店ですね。結構古着はレギュラーメインだったんですけど、オーナーさんが一点一点手入れ、ハンドピックで仕入れているそうです。トレファックスタイル三軒茶屋店、ここも結構穴場のトレファックかなと思います。レギュラーヴィンテージが結構多かったりとか、あとレディースアイテムも多くて、まあ、三軒茶屋っていうちょっと、カルチャーのある街のトレファックだからか、ラインナップは非常に良いですね。ヴィンテージからハイブランド現行まで、どこ見ても面白い、いつも何か買ってしまうトレファックです。ガレージショップ246ですね。ここはハイブランドメインに扱っているリサイクルショップさんでした。こういったお店は多分三茶にここしかないのかなと思います。ガスランプスクエア、こちらも三茶の有名な、古着屋の一つですね。店舗の外まで古着があふれかえってて、非常に在庫が多く、メンズレディース両方とも、在庫がびっちりあるのが見応えのあるお店です。ガラシャツとかすごい多くて、いつもいいのが見つかる印象ですね。アジテーションフリー、さんはこのなんかデザイナーズの打ちっぱなしな感じがかっこいい、ちょっとモードな、感じの古着屋さんですね。在庫数はそんなに多くはないものの、メンズもレディースもきちっと揃っていて、定番古着から一点物まで揃っている、なかなかこう似ている古着屋さんがない面白い古着屋さんですね。ザ・ライトさんは、ユーロアメカジのヴィンテージ古着屋さんです。店舗2階になりますね。メンズが多くて、このエリアでは特にヴィンテージが強い古着屋さんです。
結構リーバイスもいいもの揃ってるし、アメリカユーロ、あとまあミリタリーとかも、揃っていたりとか、スポーツ系とかもいいものが揃ってたりとか、あと結構小物も充実していて、私がすごい好きな古着屋さんの一つですね。スイヴィンテージさんはメンズレディースの、古着屋さんです。 80s 前後の良いセレクトが多くって、こうジャンルレスというか、いろんなものがミックスされた、ファッションとしてこう古着を全体的に楽しめるいいお店ですね。バンクさんはアメカジミリタリー系が多い、主にメンズの古着屋さんです。一部セレクトありつつも、ミリタリーワーク、アメカジのかっこいい古着がぎっちり並んでいるいい古着屋さんでした。キニーヴィンテージさんは、メンズの古着屋さんで、なんかこの、エリア、ちょっと名前なんていうのかわかんないんですけど、ちょっとしたアーケード街みたいになってて、古着屋さんが結構並んでるエリアです。キニさんは結構アメカジのメンズメインで、定番、が並びつつも、やっぱ T シャツとかは在庫が多かったので面白いプリントもありました。ノワールさんはこの新生洋服屋ってい うコンセプトがすごい印象的ですね。他でこういったの名乗ってるところがないので、やっぱ独特な、セレクトですね。ハイブランドのアーカイブもあれば、無名ブランドのなんかなんだかわかんないけどかっこいいみたいなのもあったりするし、アクセサリー類もすごい豊富で、広い店舗ではないんですけれども、すごい独特な、雰囲気が好きで、私もよく行っている古着屋さんの一つです。エクレヴィンテージ&アンティークスさんは、通り沿いで、結構目立つ古着屋さんですね。ユーロアメリカの良品が揃っていて、結構スペシャルヴィンテージもありつつ、見応えのある古着屋さんでした。スリーさんは主にメンズの、ヴィンテージからハイブランドのアーカイブまで揃っている、結構広めの古着屋さんですね。次がルームさんですね。こちら雑居ビルの一角にある予約制の古着屋さんです。1階がドラッグストアのビルですね。現在アポイントメント制の営業になっているそうなので、インスタグラムで商品等を紹介されている古着屋さんです。ハイオンライフさんは、主にアメカジメンズの古着屋さんですね。小さい店舗ながらすごく在庫の質が良くって、定番が非常に高品質で、揃うお店です。リバイスのデニムもかなり在庫が、あるんですけど、タグにすごく丁寧な実寸のウエストとかレングスの記載がされていて、非常に見やすいのがいつも助かっています。ラルフ、チャンピオン、ノース、カーハートあたり、この辺の、定番ブランドが、手堅く揃っている面白い良い古着屋さんですね。古着の一善さんは、この辺りではかなり穴場の一つかなと思います。営業時間がかなり遅くって、深夜まで営業されているヴィンテージの古着屋さんです。看板など出てないんですけれども、声をかければ、空いていれば出迎えて、くれます。かなり圧巻のヴィンテージコレクションが揃っていて、非常に在庫も多く、かなりギチギチに古着が詰まっていて、ヴィンテージ好きであれば、楽しめるお店かなと思います。こんな感じで、三茶池尻大橋周辺の古着屋さんを紹介させていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございます。